若干トークの音を拾うと思う。
ね。であと、まあ、左耳につけてるんですけど、まあ、この WR250X はマフラーが右側から出てますから、マフラー音をねどのくらい拾うか、まあ、その辺ですよね。モードがね結構ごちゃごちゃ長いんですけどね。ただマイクのねモードって微妙に外からのなんか Wi-Fi 電波とか Bluetooth の電波をねたくさん送るように高いやつはなってるんですよね。バッファローはなってないですけどね。まあそれがねコードを改造しちゃうとそこの部分がなくなっちゃうんでね、そこでなんか余計な電波を拾って雑音を拾うと嫌だなと思ってね。テストはねとりあえず家の中でしてみたんですけど、 GoPro 4の場合はね全然問題なくね使えるんですけどね、まあ Wi-Fi はなしでやってたんですけどね、音も綺麗に撮れます。ただまあ現実ヘルメットかぶってたわけじゃないし走ってるわけでもないんでわかんないですけど、とりあえず突然動なのか外から拾ってるのかわかんないですけど、私の話してる音は聞こえたし、外でねテレビかなんかが映ってるテレビの音も録音できてたんでまあいいかと思うんですけど、ソニーの場合はねなんか微妙に雑音が入りました。ソニーはねもともとバッファローのマイクをね使うと雑音を拾うようなそういうような感じだったんで、 Bluetooth のね電波が出てるのとりあえずねソニーはカットしました。 Bluetooth がね出てるとそのまま私の場合はリモコンをね持ってるんでリモコンと接続できるんですけど、それ切っちゃうと多分リモコンでオンオフできなくなると思うんですけど、まあ、とりあえず最近あんまりリモコンを使ってないんで、まあその辺はいいかなと思ってね、とりあえず設定でね Bluetooth カットしました。まあ、多分ねカメラから余計な電波が入ってなければこのマイクはね雑音拾うことないと思うんですけど、ただまあ雑音を拾うってことはね多分コードのねその電波的なシールドがもしかしたら元からないのかもしれないですね、まあ、そんな感じがちょっとしましたけどね。ただね今ね胸の周りにカメラがついてて、でカメラの他にねバッテリー駆動で GoPro を動かすための線が GoPro に刺さってて、マイクが刺さってて、結構ねコードがごちゃごちゃしてるんで、まあその辺をねちょっと後に整理していきたいと思いますけどね。とりあえずセブンイレブンにねちょっと寄ってみたいと思います。今ねちょっとセブンイレブンで買い物して、で今日はねこれから伊藤の実家までね朝ねちょっと行こうかと思います。ちょっとねお昼頃本社にね行かなきゃいけない用事が今日はあるんでね、一回ちょっと父親に食べ物を渡して一回ね家に戻って本社まで行かないといけないんでね、でそんな感じでね今日はちょっと朝早く出てきてますけどね。さっきねスマホでモニタリングした感じですとね、まあ、今の設定だとだいたいバイクのラウンドの端っこがちょっと見えてるぐらいでね、まあ、角度的にはいいような気がするんですけど、ただねこうヘルメットを下をね向いた時にヘルメットのね顎部分がモフメントって結構前に突き出してるんでね、どこが食い込むかどうか、まあその辺ですね。ゴミネのねマウントは結構ね普通のネックマウントとかヘッドマウントに比べるとねビシッと動かなくて体に密着してマウントされてますから、ダート走った時もそんなに揺れはないような感じと思うんですけどね。なんとなくねよく言うとあとほんの
に下げた方がヘルメットのね顎部分に当たらなくていいかなって感じはするんですけどね。まああとはなんとなくオフベッドですから通気性がねどこら中いいんで、耳の周りもねなんとなく風が流れてるのを感じますから、まあその風の流れでねマイクが風切りを拾ってないといいなとは思ってるんですけど、どうでしょうね。まあテストしてないからちょっとよくわかんないんですけど、まあだけど耳の部分がねインタムのスピーカーとそれと骨伝導マイクがね耳に刺さってますから、ちょっと左耳のあたりは窮屈な感じはしますけどね。ただね耳の中にイヤホンみたいな形のものがね刺さってるとはいえ、そんなに痛くなりそうな感じはしないのでいいかなとは思ってるんですけどね。このねチェストマウントとかネックマウントとかそういうやつでね問題となるのがヘルメットにねマイクを仕込んでおくと、ヘルメットをね脱いだりかぶったりするときにコードのねマイクのコードをね出したり抜いたりね、まあ、そういう作業があるんですよ。まあだけど現実は今度ヘルメットにマイクついてないですからね、ヘルメット外してもイヤホンみたいなマイクが耳に刺さってるだけなんで、体にマイクがついてるんでね、そのままコードをね抜き差ししなくてもいるんでね、とりあえず音も拾えるし歩いてる時の会話も今度拾えるだろうし、なんかこう食べたりなんかしてる時もそのままカメラをね動かしておけるような気はするんですけどね。まあこの WR とね WR の 155R2 台はね、まあ、スマホホルダーがついてるんで、まあ、モンキーもついてますけどね、まあ、一応 Wi-Fi でモニタリングすることができるんで、まあ、なんかのテストの時はねスマホホルダーがついてるやつを使うことが多くなると思うんですけどね。まあ KBX はね本当にひどいとこ行くように乗ってますから、あんまり余計なもんをねつけてもなんか焦げた時に壊れそうな気がするんでつけてないんですよね。もともとねあんまりこうバイクとね自分がなんかケーブルでつながってるのがちょっとこけた時とか嫌だなと思ってるんで、あんまり繋がないようにはしてるんでね、まあ、なるべく自分の体だけで完結するようにと思って、あとなんか洗ったりした時とかにねバイクを水が入って壊れたりするのも嫌なんで、まあ、とりあえずシガーソケットとか USB の取り出し口なんかもバイクにつけてないのでね、いつもだから電源はねモバイルバッテリーですよね。まあモバイルバッテリーもねどうだろう、6000mAh ぐらいの小さいやつ持ってるんですけど、それでねだいたい丸1日みんなと走ってる時の撮影で GoPro 動きますから、まあ、そのくらいで足りるんじゃないかなとは思ってるんですけどね、あんまり重くないんでヘルメットに固定したりしてる時もあるんですけどね。今日はね胸のポケットにモバイルバッテリーが入ってて、でそこから遠くの方にね充電しながら使ってますけど、やはりね ADX がこう下側にドライヤルミラーつけているんですけどね、自分の体とかヘルメットの状態がミラーでね確認しづらいんですよね走ってるときはね。まあ止まってるときはこのトライアルミラー使えばどうなってるか見れるんだけど、まあ、そんな感じもあるんでね、モトクロスで使うにはねやっぱトライアルミラーっていうのはねちゃんとこうカメラを動かして、カメラ
撮影してる時も KDX でね撮れてない時は1回あったんで、1回っていうかそのまま2本撮りぐらいしてたから2本分ぐらい撮れなかったんですけどね、一生懸命ねこうトークしながらバイクに乗ってて、で帰ってきてねそのデータを見た時に撮れてなかったり、マイクが刺さってなかったりね、まあ、こんなことがあると相当落ち込みますよね。マイクがね刺さってない時は、まあ、基本的にはマイクを刺して使うつもりでカメラができてるから、風切り音がすごいんですよ。このままねマイクだけで使う人のカメラってのはね、本体自体が風切り音軽減のためのなんかモフモフとかいろいろついてるかと思うんですけどね、私の場合は何もついてないんで、もうマイクが刺さってなかったら雑音すごくてね全然使えたもんじゃないんですけどね。アフレコでねなんかやろうと思えばできるかもしれないですけど、まあ、基本的にはねカメラの音声使わないってなると、排気音も入ってこないじゃないですか、まあ、バイクのね排気音が何もないモトブログっていうのも結構ね寂しい感じがするんですよね。今ねセナのマイクをねこの口元のところ顎の先っぽにセットしないで、こうシートパッドのね先端部分ぐらいに挟んであるだけなんですけど、まあこれが今左側についてるからセナがね音声を拾ってくれるかですよね。私のトークを拾ってくれて、本当はある程度風切り音が入ってもいいからエンジン音も入れたいんですけどね、口元に置くとね本当にね性能が良くてトークはね綺麗に拾ってくれて、でそれ以外のね音をねほとんどシャットアウトしてくれるんで、まあ逆にねつまらない音になっちゃうんですよね。これ前の車にちょっと映ってるじゃないですか、私の新しいオフメットね。これね最初ね韓国のメーカーの HJC ってところのオフメット安かったんでねそれ買おうと思ってたんですよ。でもう8月のね初め頃かな、もう注文かけたんだけど、その時はね別に納期がね8月の何日だろう26日ぐらいに来ますよってなってたんで、まあちょっと時間かかるけどいいやと思って待ってたんですけど、8月26日になったらね今度ね在庫がないんで納期は未定です、納期が決定したら連絡しますってなってたんですよ。で1週間ぐらい待ったんだけど全然何とも言ってこないから、これはダメなんじゃないかなと思ってね、で在庫がゼロってずっと出てるんですよね。でしょうがねえなと思って、で他のヘルメット探そうと思って、で見てたらねこのベルのオフメットが、まあ、そんなにびっくりするほど高くなかったんで、まあ、HJC よりは高いですけどね、アライア省エイよりは安そうだったんで、まあ、とりあえず、まあ、これにしようと思って、で注文かけたらね次の日のお昼頃もう届いてて、で昨日夜ねちょっとインカムのヘッドセットだけね、スピーカーとかマイクとかちょっとセットして、であとマウントをつけてね、で今日かぶってみようかと思って来てるんですけど、まあとにかくねヘルメットに多分マウントしないと思うんですよね、あんまりソニーのねヘルメットマウントにしたいときは元のヴィンテージのヘルメットで買っちゃおうかなと思ってるんで、まあなるべくね汗がかかってレンズが汚れるから真夏のオフロードはちょっとこのジェットマウントは難しいかもしれないけど、
が悪くて、で、やめたんですけどね。やっぱりね、オフメットの方が、いろいろね、空気の取り入れ口が多いですから、やっぱヘルメットの中をね、なんとなく風が流れてる感はあるんですよね。だから、そんな感じで、夏はなるべくオフロードはオフメットで走りますけどね、このベルでね。だけど冬のオフロードは別に今までヴィンテージでそんなに厳しい感じもなかったんでね、まあ、後ろを取りたい時はヴィンテージヘルメットにカメラ後ろにこうつけてやってこうかなと思ってるんですけどね。まあそうなるとね、インカムをね、取り替えしないといけないじゃないですか、取り付けをね。それがね、なんとなく面倒くさいなと思ってね、なんかいい方法ないかなと思ってるんですけど、マウントのね、セットだけもう1セット買おうかと思ったんだけど、でもね、このテナの電子プロのね、マウントのセットだけって言ってないんですよね。だからスピーカーとかマイクとかこの辺が全部セットになっちゃって、結構いい値段するんですよ、インカム買えるよりまだ高い。だからもう1台ぐらいね、なんかインカム買っちゃおうかなと思ってるんですけどね。今ね、 IRC のメンバーだとね、とりあえず私とね、マロイムさんとマコシちゃんがセナなんで、まあ、セナがね、ちょっとなぜか多数派なんですよね。普通はね、ビッコムが圧倒的に多いかと思うんだけど、ビッコム使ってるのがライフルさんと、あとファイアデモンさん、これがビッコムですね。あとはですね、さんのデイトナとか、あとはみんな1台ずつになってるんで、とりあえずね、まあ、セナかビーコンかってことになるんだけど、まあ、ビーコンのね、一番安いやつでも買って、でそれをビンテージの方にでもつけて、メンバーによってヘルメットをね、選んで、で、インカムがね、多数派になるようにつけていくのもありかなと思ってるんですけどね。もう海の上はもう終わりですね。みんな解体作業に入ってったと思うんですけど、まあ、あとね、この胸部プロテクターが冬のね、厚着の時に中に着なきゃいけない可能性が出てくるんですよね。そうするとこのコミネマウントが使えないから、ネックマウントがなんかになるんでしょうね。ネックマウントとかチェストマウントになった時にね、またちょっとマウントを考えなきゃいかんなってとこもあるんですけどね。まあ、なんとなくね、一生懸命話してはいるんだけど、このソニーの骨伝導マイクがうまく拾うかどうかっていうのがすごく不安なんだけど、まあ声はね、雰囲気変わると思うんですよね。なんとなくこう自分が思ってたような声っていうかね、なんかマイクの声とか録音した自分の声聞くと全然自分の思ってた声と違って、最初びっくりするじゃないですか。まあそんな感じのところでね、自分が思ってる声って骨伝導の声に近いと思うんですよね。まあこれがね、家に帰ってデータ見た時に
対してはあんまり向いてねえかなっていう感じがしてね。まあヴィンテージのヘルメットはね、その辺も割とこう緩い感じがしたんですよ。だから良かったんだけど、まあなかなか全てねいいっていうのは難しいですよね。あのヘルメットはね、まあマウントするところもしやすかったし、全然不満もなかったんだけどね。ただやっぱりね、とにかく夏は暑いですよ。あと、なんていうのかな、口元がこう、ホグメットってすごくこう、顎が飛び出てるじゃないですか。あれってね、多分、なんていうのかな、呼吸しやすいようになってると思うんですよね。それがヴィンテージのヘルメットだと、結構、口元が近くてね。で、なんとなくね、マイクのあの、スポンジやなんかが、ちょっと鼻に触ってたり、体に触ってたんですよね、口元に。でまあそれぐらいしか距離がなかったんでね、まあそんな感じだったんですけど、こいつはね結構離れてますね。顎部分にね内側からなんか触ろうとしても触れないし、指入れてもね結構広いですね。だから呼吸がねちょっと楽なんじゃないかなと思って。であと頭もねとにかくヴィンテージ暑かったんですよね。その辺もねだいぶ改善されるといいなと思ってね。でモトクロス用のヘルメットに変えたんですけどね。まあジェットヘルの方がね楽だよっていう方もねいたんですけどね、まあ当時はねあんまりマイクをどうしようかってところがあったんで、まあ現実ね骨伝導マイクにしちゃえば耳に刺さってるだけですから、マイクはね、まあ、ジェットヘルでもまあ早い話がハーフキャップでも耳さえガードしてればどうでもよかったっていうところはあるんだけどね。まあこれでね本当に暑いようだったら今度またジェットヘルのねやつに変えてでやってみようかなと思ってるんですけどね。一番最初はねモトクロが始めた時はジェットヘルのバブルシールドでやってましたから、シールドのね内側にマイクをねセロハンテープで貼って、まあ、ちょっと透明な方が視認性もいいっていうかね、視界が妨げないだろうと思ってこんな感じでやったりしてたんですけどね。まあだけどねジェットヘルの時はだいたい60キロぐらいまでかな、それ以上スピード出すと結構ねソニーでも風切り音の低減とかそういう設定にしても結構風切り音が入ってたんでね。まあそれから考えるとね、一時モトクロスのヘルメットかぶってた時もあったけど、オレンジ色のやつね、あれもねあれに変えたらもう全然風切り音がすごく減ったんですよ。あいつはね全然悪くなかったんだけど、軽かったしね。ただねもうほっぺたのあたりがねすごくねこうヘルメットが造形がボコボコしてたんですよ。そんなもんでねマウントがとにかくつかなくて、でソニーの純正マウントみたいなやつをねどうだろう耳のあたりにこう貼り付けてでやってたんだけど、とね結構ねこう顎が飛び出てるから顎が入っちゃうんですよ。でそれも嫌だなと思って、ね、もうちょっと前に出したいんだけど、今度ほっぺたのあたりがボコボコしててマウントがつかないっていうね、まあ、そんな感じだったんで、でそんなことやってる間にちょっとこのヴィンテージのヘルメットをなんとなく見つけて、でこいつはオフロードで被ってもそんなに違和感ないし、でほっぺたのあたりがねこうずるっとしてるからいいかなと思ってね、でとりあえずそれ買って、それ結構ね2年くらいかぶってるのかな、もうよかったんですけどね。ただね本当に真夏のオフロードで仕上がりすぎるっていう感じでね、でちょっとね変えたんですよね。まあねいろいろね
やり始めて、これで足を進めた。結構ね、変えてるんですよね。まだモトブログ始めて5年と1ヶ月は経ってないな。その間にもうヘルメットこれで4つ目ですからね、結構頻繁に変えてはいますね。まあ今回はね、そのヴィンテージヘルメットもそのままマウント残して使っていこうかなと思ってるんで、インカムだけね外しちゃいましたけど、あとはとりあえず単独で走ってなんか撮影するときには使っていこうかなと思ってるんでね、まあそういう気持ちで使っていくだったら全然使えると思うんでね。まあ実際ね、ヘルメットは1台よりも2台持ってて交代で使ってるぐらいの方が、中洗って乾かしたりするのもね便利だし、まあ長持ちするんじゃないかなってとこもありますからね。まあそんな感じでね、今日は自宅に行くからね、伊藤のね実家まで行く、まあそんな感じの動画の途中でね、まあ最近買った撮影機材についてねちょっと話をしてみました。またこんな感じでね、いろいろ自分でねいいと思われるような感じで機材とかマウントもね維持していきたいとは思ってますんで、またね皆さんね山田武藤の動画がね見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。